こんにちは。こんにちは。スキティビッツパパです。スキママです。スキです。よろしくお願いします。お願いします。本日は、はい、月に、はい、ザラで新作のアウターを購入してきたので、商品紹介とコーディネートをご紹介したいと思います。今回購入したアウターは、時期的にはまだ早いんですけど、うん、9月の下旬に買ったので、時期的にはまだ早いんですけど、でもめちゃくちゃ安いんですよ。安かったんですよ。安くて可愛いし、軽いし、もうシンプルだし、ずっと長く使えそうなデザインで、もう絶対売り切れちゃうと思ったので、もう今回はもう早めにちょっとアウター購入したので、そしてもう皆さんにもぜひおすすめなので、はい、今回そちらをご紹介していきたいと思います。はい。はい、購入したアウターがこちらです。軽量パフジャケットです。はい、価格が2,990円で、はい、サイズは98センチを購入しました。はい、カラーはブラックです。はい、一応サイズ展開が80センチから110センチまであります、はい。カラーはこのブラック一色です。はい、素材がナイロン 100% になってます、はい。それと一応中綿が入ってます。はい、あでこれあれなんですよ、ジャケットとマフラー。マフラー？うん、同素材の、うん、マフラーがセットなんですよ。うんうん、このセットで2,990円。うん、すごくない？コストパフォーマンスいいですよね。ねえ、安いよね。しかも本当軽量って名前にもついてるんですけど、うんうん、めっちゃ軽いんですよね、うんうん。子供にはこれも重要ですよね。そうそうそう。着やすくてですね。そう。なんでまあどちらかというとですね、今回購入したのはなんか機能性、なんか暖かさとか、うん、そういうのより、まあ、気軽に羽織れて、なおかつシンプルでっていうところがめっちゃ気に入ったんですよね。でこの安さ、うん、そして形も可愛いんですよね。今からちょっとディティールご紹介していきたいと思います。近くで素材感見ると、まあ、つるっとした光沢のあるナイロンですよね。ですです、シャカシャカって感じのナイロンです。で首元なんですけども、はい、ラウンドネックになってます。はい、どんなスタイルの上からも羽織りやすいと思います。はい、で割と首元詰まってるのでしっかり、これもいい感じだと思います。はい、そして袖がこういった感じなんですけども、はい、ちょっとパフスリーブというか、うん、あの袖幅が結構広めになってるんですよね。そう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 、結構ね余裕があるんですよ。なんで着た時にちょっと分かりやすいと思うんですけども、うん、袖幅が割と広めになってますね、うん。そして袖口なんですけどもこういった感じです。キュッと締まってるんですよね、ですね、先の方が。ここがテープになっててちゃんと締まって、うんうんうん、まあ、空気が入らないようになってます。うんうん、はい、それともう一つ袖なんですけども、ラグランスリーブになってますね。うんうん、これがいいよね、冬は特に。中に厚手のスウェットとか着た時も、あの着苦しくないと思うんですよね。はい、重ね着しやすそうですね。そうですね。そしてフロントなんですけども、スナップボタンになってます。はい、こういう風にパチッと、はい、ボタンになってます。なんでこれある程度大きいお子さんは自分で止めたり外したりがしやすいですよね。うん、そうですね。多分月ぐらいの年齢でも外すことは簡単です。パチパチパチって簡単に外れました。うん、このボタンの色可愛くないですか？うんうん、同色の黒なんですよ。うん、なんでほんとシンプルですっきり見えますよね。うんうん、はい。そしてフロントにポケットが左右に一つついてます。はい、ついてます。可愛いポケットちっちゃい。そして全体のシルエットなんですけども、結構着丈が長めになってるんですよね。そうなんですよ。お尻が隠れるぐらいの長さになってます。うん、はい、そして裾なんですけどもこういった感じです。はい、後ろから見るとシンプルな感じです。うん、ポリエステルの中綿が入ってるみたいなんですけど、そんなに分厚くないんですよね。なんですごく保温性があるっていうよりかは、はざかい着とかにも着やすいような感じなんで、中にスウェットでちょっと厚着して上から軽く羽織るとか、いろいろ使いやすいですよね、これぐらいの厚さが。あんまり厚すぎるとちょっと着る期間が短くなっちゃうので、なんかちょうどいいかなと思ったんですよ、個人的には。大人も人気ですけども、あのキルティングジャケットのような感じですよね。うん、そうですね、そんな感じです。まあ、コートまで行かずにジャケットって感じですね。本当でフロント開けてみました。はい、裏地がこういった感じです。裏地もナイロンですね。ですね、全く一緒ですね。はい、そしてあとデザインの特徴的なのが、前にも後ろにも切り替えのラインが入ってるんですよね。そうなんです、サイドにですね切り替えのラインが入っていて、これがデザインのアクセントになってますよね。そうそう、かわいいよね。しかもこの何幅、うん、結構細かく分かれてるので動きやすいかなって感じ、体に多分馴染みやすいと思うんですよね。割と大きいとなんかダンダンダンってなってると動きにくいと思うので、これぐらい細かく分かれてると、袖もそうなんですけど動かしやすいと思います、子供でも。それでは早速月に着せてみたいと思います。はい、じゃーん、着てみました。ちゃんが
今2歳4ヶ月で、このジャケットのサイズは98センチを購入しました。はい、今身長がだいたい90センチぐらいですね、次の。うん、はい。なんでもまさにちょっと大きめかなっていうぐらいの感じですね。ですね。まあ、購入のポイントとしてはこれの1個下っていうか、まあ、多分サイズぴったしで買っちゃうと、うん、もう今年までかなっていう感じと、ちょっと着苦しさがありそうだったので、中に厚手のスウェットとか着せちゃったらですね、うん、なんでちょっと余裕あるサイズ感で購入しました、うん、でも袖とかも別にめくってないんですけども、ちょうどいいですね。ちょうどいいよね、まあ、リブでこう止まってるっていうのもあると思うんですけども、丈はもともと長めっていうのもあるんですけど、まあサイズもちょっと大きめということで、うん、お尻がすっぽり隠れる感じですね。可愛いよねデザイン、ほんとすっきりしててシンプルなので、もうほんと何にでも合わせやすいっていうのが一番いいですよね、うん、で首元もやっぱ着ててもちゃんとしっかり詰まってますね。苦しくないぐらいに詰まってるん で、うん、であと一個いいなと思ったのがフードがないこと。フードがあるともう大変なんですよね、あのチャイルドシートそのまま乗せたりするときとか、やっぱどうしても邪魔になっちゃうので、どちらかというとフードはない方が個人的には好きなんですよね、うん、なのでフードなくてちょっとすっきり、ちょっと大人っぽい感じって言ったらあれですけど、デザインがね、なんでコーディネートとしてはやっぱボトムスタイトなものの上に着るのがバランス一番取りやすいかなと思います、うん、あと袖幅なんですけど、ハーフスリーブっていうことで結構ボリュームがあるよね、見た目にも分かりにくいんですけど、結構幅があるので、これもポイントになりますね。すいません、ちょっともう暑くて月が脱いでしまったんですけどもあと一応さっきのこれも結構長めのマフラーがついてるので、こんな感じで結構長さがあるので、うん、いろんなアレンジしながら使えると思います、うん、あんまりボリュームが出すぎないのでいいね、うん、顔が生まれることがないので、うん、割とあの顔はちゃんとしっかり見えるような感じのマフラーです。ということで今10月上旬時点ではオンラインでも全サイズ残ってたので、うんうんうん、ぜひ皆さんも店頭やオンラインでチェックしてみてください。はい、動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでこのチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。お願いいたします。インスタやブログもアップしてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。